は、どうぞ。こんばんは。ラーメン大好きガーソーさん、ガーソーです。この番組は、ラーメンブロガーである私ガーソーが、福岡予備近郊のラーメン屋さんを回って、そのラーメン屋さんの内容をラーメン好きな方々へお伝えする、という YouTube 番組です。同名のラーメン大好きガーソーさんという名前のブログも運営しておりまして、文章で読まれたい方は、概要欄の方にですね、リンクを貼っておりますので、そちらも合わせてお楽しみください。さて、今回はですね、福岡市早良区原にあります、こうちゃんラーメン。こちらに伺ってまいりました。こうちゃんラーメンといえば、もう福岡でも有名な早良区田熊にある福ちゃんラーメン。こちらの、大将のお姉さん。に当たるんです。2番目のお姉さんがされてるんですけれども、まあ本当に有名な人気のあるお店で、福ちゃんラーメンと似てまたちょっと異なるラーメンなんですね。それを今から写真と動画で解説させていただいた上で、後半ですね、こうちゃんラーメンについてより詳しく語らせていただきますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。ではどうぞ。こうちゃんラーメンは福岡市早良区原3丁目10-16にあります。営業時間は11時半から20時までで、定休日は水曜日となっております。こちら県道558号線のいわゆる原通りにこうちゃんラーメンがございます。ちょうどオレンジのテントに、黒字でこうちゃんラーメンと書いてありまして、営業時間は11時半から20時まで。これはオーダーストップの時間なんですね。で、定休日は一応水曜日ということになっています。で、専用駐車場はないので、近くのコインパーキングに停めて、お店に伺うことになります。入ってすぐ、右手の方には、消毒が置いてあって、アルコールが噴出する機械が置いてあります。で、こちら、L 字のカウンターと、二人用のテーブルが2つあるんですけれども、お客さんがいっぱいだったんで、手前のテーブル席に着席させていただきました。お冷やがキリンビールのグラスに入って出てくるのもここの特徴なんですね。メニューはラーメン、チャーシュー麺、ワンタン麺、あとニラ玉が乗ったこうちゃんラーメンにちゃんぽんもありまして、あとは味玉、漬け卵が乗った玉飯とか餃子とかもあります。今回はまずワンタン麺、そして餃子を後ほど注文しております。はい、こちらがワンタン麺ですね。福ちゃんラーメンのやっぱりご兄弟でいらっしゃるっていうのもあって、非常にその福ちゃんラーメン近しい、ラーメンなんですね。で、でもやっぱちょっと違っていて、スープは同じように、豚の頭の骨を使って炊き込んであって、そして濃度も、比較的、高くないんだけれども、しっかり豚骨の旨味が出ているっていう点は、こうちゃんラーメンは福ちゃんラーメンと非常に近しいんですけれども、例えばチャーシューが、これ肩ロースと多分豚バラなんですけど、2種類入っていて、麺は同じ石橋製麺さんのちょっと短めの麺使用されててすりやすいんですけれども、この、タレの感じがですね、こちらの方が若干塩分が強めな気がします。で、それが非常にすすりやすい麺とマッチしていて、茹で釜でしっかり茹でて泳がしているだけあって、すごい麺がうまいんですね。で、このチャーシューもちょっと塩味がしっかりめで、ご飯にも合うしで、ここのチャーシューは福ちゃん系で中では一番うまいと思いますね。で、あとワンタンはやっぱトゥルントゥルンでニンニクが効いたあんがちゃんと入っていて、これもうまいんですよ。で、胡椒が非常に合うスープなので、これ途中でちょっと胡椒を入れて、もうそのまま一気にズルズルと。麺の方をいただいていきます。ちょっと塩味がやっぱりしっかりめなんで、ご飯にも非常に合うんですけれども、そんな中、餃子の方がちょっと出てきたので、こちらもご紹介していきます。餃子は羽、いわゆる羽付きの餃子で、鉄鍋でしっかり焼いて出てくるんですね。これもあんが、ちょっとざく切りな食感の野菜が入っているのと、旨味もしっかりしていて、いや、この餃子も本当にうまいんですね。で、麺を食べきってしまったので、替え玉をお願いします。で、今回替え玉はやわで注文しています。これ一杯目は普通で頼んでるて、まあこれがちょうどアルデンテくらい出てくるんですけど、やわにするとこれが綺麗に火が通って、二杯目としてはもうこれが完璧に自分の好みなんですね。で、これをいただきながら、味付け卵も注文しました。ここの味付け卵はちょっと味付けが濃いめで、本当にご飯に合うタイプなんですけれども、
これを替え玉の時に一緒に食べることによって、自分的にはちょうどあのラーメンのタレを足さなくても塩分がちょうど良くなるんですね。この黄身のねっとり感がもうたまらないんですよ。これをこうラーメンの中に入れて一緒にいただいて、最終的に麺もスープも残さずいただきました。いや、ほんと久しぶりに食べましたけど、こうちゃんラーメンうまかったですね。久しぶりにいただきましたが、こうちゃんラーメン大変美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、いかがだったでしょうか。いや、あのこうちゃんラーメンに関して言うと、あの本当にあの福岡のラーメンファンならほぼほぼ知ってらっしゃるんじゃないかというぐらい有名なお店なんですけれども、こうちゃんラーメン自体はですね、そんなにその歴史があるお店じゃないんですよ。あのオープンが2012年なんですね。もう創業45年ぐらいですかね。老舗の福ちゃんラーメンさん、こちらの先代の娘さんなんですよね。あのこうちゃんラーメンの大将っていうのは、この信江さん、榊信江さんっていう方なんですけれども、まあその信江さんの一字を取ってこうちゃんラーメン。で、その信江さんはずっと福ちゃんラーメンでこう一緒に働かれていて、で、あの横浜のラーメン博物館っていうあの施設にあの福ちゃんラーメンが出店された時に、確か、2004年から2009年で、ね、5年間出店されてるんですけれども、このラーメン博物館で店長を務められてたのがあの信江さんなんですね。だからあの毎日本当に大量のお客さんをさばきながら、あのラーメンを作り麺揚げをしてっていうのをこなされていて、まあその信江さんがいらっしゃったからこそ、そのラーメン博物館に福ちゃんラーメンを出店することができたと。それから、あの、2012年に、あの、こうちゃんラーメン。で、先代の奥様、つまり、あの、今の大将の、福ちゃんの、今の福ちゃんラーメンの大将の、お母さんと一緒に、お二人でされてるんですね。で、たまに、パートの女性も入って、三人で、こうちゃんラーメン営業されてるんですけれども、だから女性だけで、あの、営業してらっしゃるお店なんですね。だけど、この、信江さんが、ものすごい、いい方で、自分よく子供連れて行ってたんですけど、本当に、よくしていただいてですね、いつも、その子供にも声かけてくださるし、本当にいい方で、でも、かっこいいんですよ。その、やっぱ、麺揚げとかの手つき一つとっても、ちょうど、その、茹で麺機で麺を茹でるんですね。これは福ちゃんラーメンと一緒なんですけど、で、その所作がものすごくかっこよくて、麺揚げの時に、こう、釜の縁にカンカンカンとこう、切らざる打ち付けながら湯切りをされるんですが、見ててほんと惚れ惚れするという。いや、むしろそれが見たくて行っちゃうぐらいの、そういう、こう、所作が美しい。で、ラーメンも美味しいっていうお店なんですね。で、福ちゃんラーメンとやっぱ似てるんですが、微妙に違う。やっぱタレが違うからなのか、そのスープの炊き方なのか、非常に近しいんですけど違う。で、それがうまいんですね。で、特にチャーシューに関して言えば、正直こうちゃんラーメンの方がうまいなと思っていて、これはまあ、バラチャーシューも入ってるからっていうのもあると思うんですけど、で、全体的に、塩分はちょっと強めなんですね。まあ、これは、チャーシューもそうだし、餃子も、味付け卵も、ラーメンスープそのものも、気持ち塩分が強いんです。だから、やっぱご飯がよく合うラーメンですね。これは、自分も食べたことあるし、意外と人気なんですけど、ラーメンだけじゃなくて、ちゃんぽんもうまい。だから、福ちゃんラーメンにはもう当然ちゃんぽんとかないわけじゃないですか。だから、ないものも楽しめるという意味でも、こうちゃんラーメンの方が好きっていう方は結構いてですね。もちろん福ちゃんラーメンの方が好きって方もいるし、自分みたいにはどっちも捨てがたい。こちらの方が多いと思うんですけど、今日はこうちゃん行きたい、今日は福ちゃん行きたい。で、なんなら弟子のなおちゃんもいるねっていう、まあどれもうまいって思って、で、系統はやっぱ似てるんですけど、この似ているけど違ってうまいっていうのがあったらいいのかなと思いますね。麺も福ちゃんラーメンと同じように石橋製麺さんのちょっと短めで、ちょっと太めで、すすりやすい麺で。で、これはやっぱりさっき言ったように茹で釜で泳がしてるだけあって、めちゃくちゃうまいんですが、個人的には、ヤー麺だともう、ちょうど麺に火が通ってうまいし、でも普通で頼むと、こう、アルデンテのように、ちょっと芯が残ったぐらいの、これもうまいんですよ。で、割と博多の人だったら、型で行かれて、そっちの方がやっぱり、より硬いんですけど、それもまたうまいと。いや、もう本当に何を食べてもうまいんですが、まあ、唯一その、欠点というか、自分
汗かきなので、一点ちょっと苦手なところを言えば、エアコンがないっていう。夏場、まあ、窓、ドアとか開いてて、まあ、扇風機も回ってて、風通しはいいんですけど、エアコンはついてないんですよね。厨房内はすごく暑いので、そこを踏まえると、まあ、汗をかきながら食べてしまうっていうので、冬場に割と行っちゃいがちなんですが、今回改めて夏場に食べて、この暑い中ですね、ちょっと風が吹く中、店内す、割と風は通ってるんですよ。で、あ、でもちょっと塩分が強めのラーメンを食べる。これはこれでだ。よかったですね。そう。まあ、画面越しだとこれ、ちょっとうまく伝わらないかもしれないんですけど、やっぱり、体が塩分を欲する夏場こそなのかな、ともちょっと思いました。これは、エアコンない店って福岡結構あるんで、一品ラーメンの粕屋店なんかもそうですけど、夏場に食べたくなるっていうのも、これはこれでわかるな、という。で、実際、お客さんやっぱ多かったですね。まあでも、そんな人気のお店なので、もし、まだ、実は食べたことがないと。おっしゃる方はですね、ぜひ一度、食べてみていただきたいなと。個人的には、福岡のラーメンとして、いわゆるちゃん系って言われるものの中で言うなら、もうやっぱ福ちゃんの系統がやっぱ一番自分は好きなんですね。なので、福ちゃん、こうちゃん、なおちゃん。できれば、とみちゃんも含めて、ぜひ、そのちゃん系、それぞれの味、違ってて、どれもうまいので、ちょっと、それぞれ試していただければ。で、こうちゃんに関して言うと、ラーメンも、ワンタン麺もチャーシュー麺もうまいですけど、こうちゃんラーメンといって、ニラ玉と辛味が乗ったオリジナルラーメンも出されてて、それも美味しいですし、あと、本当にさっき言ったようにチャーハンも美味しいので、ぜひ、試していただければなと、そのように思う次第です。では、こうちゃんラーメン、いいねと思ってくださった方は、ぜひ、チャンネル登録及び高評価いただけますと、今後の励みになりますので、よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。